次はですね、ファイル新規作成その他に行きますと、今までなかった EMS パッケージというプロジェクトがあるのが分かります。これ新規作成しようとしますと、リソースを生成、作成しましょうということになります。例えばリソース名としてテストというのを設定して、エンドポイントとゲットとかあるんですが、ウェブだとゲットなどありますよね。作成すると、まあ、空っぽのですね、ゲットメソッドとかゲット ID メソッドが、生成された BPL ファイルが出てきます。で、 BPL ファイルはですね、このままだと実行できませんので、例えばプロジェクトの実行時期数を見ますと、ビンフォルダー、製品のビンフォルダーにある EMS デブサーバーエグゼなどがですね、実際のメインのアプリケーションになりまして、自分で作った今の BPL ファイルをパラメーターとして渡すようになっています、はい、ですね。実装するコードはですね、ちょっと書いてみますと、EMS のコードは、具体的にはこういうものになります。まあ、要するにですね、HTTP でリクエストを受け取って、戻り値としてですね、JSON のデータを返すというのになっています。はい、get メソッドはですね、HTTP アクセスされた get のアクセスなんですけども、それに対応して JSON の値を返すとなります。で、プロジェクトをビルドして実行しますと、先ほど指定してあったEMS の開発向けのサーバーというのはエグゼファイルが起動しまして、これ32ビット、64ビット、どちらでも選べます。で、コンソールを開くを選びますと、エンタープライズモビリティサービスの、まあ、簡易的なですね、ウェブページが表示されまして、ここにログインすると、ユーザーとかですね、アクセスされたメソッドなどがですね、確認できると。ユーザーとかですね、アクセスされたメソッド、などがですね、表形式で分かると。例えば、今アクセスした結果はですね、JSON で返ってきたんですが、ウェブブラウザーで今私が実装した EMS のエンドポイントをですね、実際アクセスしてみましょう。8080で動作してウェブサーバーに get メソッドでアクセスして、戻り値を JSON で受け取ります。ファイルを開きますと、先ほど実装した JSON の戻り値が配列ですけど、今回の場合に ABC などが入っているデータがもらえると。こういうわけで、データスナップとかソープとかではなくですね、HTTP でアクセスした結果として JSON を受け取るようになってますので、データスナップクラウンドじゃなくても、一般的な JavaScript とか、HTTP、JSON が解釈できる処理系であれば、誰でもですね、この EM サーバーにアクセスできて、サーバーの方は Delphi や C++ ビルダーでロジックを抽出して、BPL として Exe ファイルにロードさせてですね、アプリケーション、ウェブアプリケーションのようにですね、実行させることができるようになっています。付属しているのは開発用のサーバーですので、実際に配布する際にはライセンスが必要になるというわけでございます。